来ているとの情報が寄せられています。朝の通勤ラッシュへの影響を含めスカイファイブでご確認ください。はい、どうも、はじめましての方は、はじめまして、他の動画をご覧くださっている方は、今回はバトルフィールドハードラインチームデスマッチプレイしてまいります。猫です。ステージがハリウッドヒルブで、使っていく武器は ATM って言いながら、発覚もないから MG36 ありましたから、気にしないでください。最初が肝心なんだよね。え？え、はい、じゃあ ATM 使ってまいります。ちょっと今一瞬目光ったけど、あぶ、一人 OK。 ATM、 まあらしい武器ですよね。やっぱ一番前回あの AKF あの74の方を使いましたけど、あっちだとどうしてもね、あっちだとどうしてもなんか民兵っぽいですけど、こっちの方がやっぱ強盗っぽいですね。ATF 買ってると。威力等に関しては結構、アパルトなん、最初のアパルトなんでね、ここまでって、すごい高いってわけではないですけど、使いやすいです。オッケー。これは助けられないね。やめよう。スナイパーライフルかな。だったら中入って植えちゃったら、あ、ただ中も中で結構大変そうだね。どういう人？お、早速面で、あ、うわ消えてんだ。10.2 とか高すぎだった、やっぱあれ。怖えな。まあ ATM 自体も結構、すごいまろやかな、の、反動等なんで、使いやすい、ぶりじゃないですかね。BF4 の時の AK と同じ感じですよね。あら、当たんないな。お、グレネード、うわー、マジか、ナイスグレネード。ちなみに武器としてはこんな感じ。今コブラファイターだけ乗っけてあります。アイアンもなかなかかっこいいんですけどね、さすがにちょっとアイアンだと遠距離やれなくなっちゃうから。あ、真ん中取られてんのか。ここで真ん中取られるのは結構厳しいんですよね。まだ生きてたし。よし。違う、違う、違う、違う。なんで武器切り替えた？あっぶねえな。これ BF4 の時のバグなのか。なんかたまに勝手に除細動機出ちゃうんですよ。これは怖い。FR かよ。あ、ナイス。あれ、あそこあの真ん中だと周り全部見えちゃうんで、うわ、軽点だった。ナイス。真ん中からあの周り全部見えちゃうんで、結構強いんですよね、あの位置。さて、うわあそうだよな、うちの中北京戦だから軽点使う人多いやな。しかも警官側だからなおのことだよな。
応自分も携帯も買ってはいますけど、あんま使いたくないんですよね。ナイス。あれで自分が強いと爆発はしたくない。あ、これ下になんか いね大丈夫？よしよし。やばい、あっぶねえ、びっくりした。ここに救急車だ。味方がいるからなんか安心したらダメだね、すぐには。FR。あー、これダメだな。FR ポイントに行くから。発表あるな。レーザーマインに気をつけろよ。よしよし。あー、携帯に止められた。結構今の美味しくいただいたんだけどな。だから今これ AKM の話に戻りますけど、今これマブルも何も吹けてない状態でこの反動なんで結構使いやすい部類だと思います。やば、あぶね、やばい、これはフラグはまずい。あぶねえ、ちょっと、あ、あぶねえ、あぶねえ、死んでしまいます。あれ、なんかいねえ、あぶねえ、あ、あまた消えてんじゃ。そのうち K 点撲滅委員会で絶望な勢いだな。おう、おお、大丈夫だ。もう一人いるでしょ。あ、どこにいた。はい、ご苦労さん。うえぇぇぇん？ M45？ これなんだろう、メカニックの武器かな。へぇ、あら、あんなのあったっけ。一気に面白いね。ここに救急キットがあるぞ。ん？軍隊最後の君はこれ、マジか。やつらにやられてる。あー、あっちにいるな。おぉ、なんか飛んできたもん。メカニックか。だい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 、救急キットだ。お、応急処置バックコイン報酬。あ、はいはい、こっからダッシュして、こっからダッシュして。ああ、追い詰められてるよ。あ、俺もスプレーとか。どっちかクリアして進まないことには前進めねえけど。大丈夫か、燃えてるよ。こっからラスプしないと。早く、痛い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 。大丈夫かな。あ、あ、これ出るじゃねえか。ちょちょ、危ねえな、こっち来んな。もう、あ、ショットガンの音、上か。これで届くかな。ダメだ、届かねえ。よし、一旦回復待って、真ん中大丈夫か。ここに救急キットだ。こっちから行くか。じゃあ近い、やつは始末したぞ。まぶ、ん、上の階に、あ、いた。うわ、あぶね、バッカ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 。ん？降ってきた今。やれた？いるいるいる、まだまだいる、まだいる。今度は
回復アップグレード、よし。あー終わっちゃった。21の8でした。まあ ATM、これゲーム内金額としては1万2000円ぐらいだったかな。初期で一番最初に安く買えるいい武器です。かなり強いので使うことはおすすめします。まあ M416 のとかもあるんだけど、最初お金ないうちはこっちを買った方がいいと思います。ではハリウッドで ATM 使ってチームデスマッチこれに終了いたします。それではまた。